I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is... well, new walkthrough called One Piece Burning Blood. Yes, I'm starting up the One Piece. I'm going to be doing this one again. I mean this one first, before I continue Pirate Warriors 4. That's what I meant to do first. So that's kind of my bad. And I will be continuing One Piece Burning, not Burning Blood, but One Piece Pirate Warriors 4 after I'm done with Burning Blood. So please enjoy that. ワンピース、バーニングブラッド。異形であるポートガスディエースが公開処刑されると知ったルフィ、エースを救うため大監獄インペルタウンへと向かう。しかしエースはすでに処刑場マリンフォードへ送られた後だった。ルフィはインペルタウンの囚人たちと共に処刑場となるマリンフォードへと向かったが、なんだあれは、何か空から降ってくる。こんな死に方嫌だったべろ。誰か止めてんの。俺ゴムだから大丈夫だ。いた、ルフィ。あれ、まさかクロコダイル、それどころじゃないぞ。なんだあのメンツは。助けに来たぞ。世界を覚悟しろい。久しぶりだな、白ひげ。お前との協定は達成された。なぜお前が白ひげをかばう。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。追いつけねえ。この
助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うぜ、お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。くそ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、あなったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。ありゃ全部死刑でいいんでしょう、戦国さん。無論だ。が囚われている処刑台へ向かうルフィ。仲間たちと共に凍った海を駆ける。だがそんなルフィの前に一人の海兵が立ち塞がった。どけたし。回廊石が入ってんだ、やろう。お前は俺が始末する。お前の能力じゃ俺には勝てる。この子のロケット、次だ。
に。どこ見てる。全部ぶっ飛ばしてやる。ジェットピストル。そなたは必ず生きてここへ来ると信じておった。これを兄の手錠の鍵じゃ。え、ハンコック、おめえってやつは。ありがとう、鬼切るよ。よいのじゃ、よいのじゃ、気にせず先を急ぐのじゃ、ルフィ。ありがとう。行かせねえぞ、麦わら。パフュームフェブル。不届き者を控えよ。ここはわらわが通さぬ。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようともわらわは許される。戦場では白ひげと戦国の頭脳戦が始まっていた。会場では白ひげを執拗に狙うクロコダイルにドフラミンゴが手を組もうと誘いかける。一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまたジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目。悪いが赤髪、この力慎みはせんぞ。鷹の目。さあ運命よ、あの次世代の申し子の命、ここまでか。あるいはこの黒刀からどう逃がす。あんな杖のと戦ってる場合じゃねえ。俺はエースを助けに来たんだ。押し掛けろ。見てろ。まだだ。ゴムゴムのガソリンが。なかなかやる。こちらの。全部ぶっ飛ばしてやる。ジェットピストル。このゴムゴムのバズーカ。こちらのバズーカ。こので
何しとんだこら麦わら。なんだよ、切ったのあいつだぞ。ゴムゴムの身代わり。やめたば、ブラババババ。死闘を繰り広げる海軍とルフィたち。そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ、挟み撃ちにしたのだ。白ひげ傘下の海賊たちから狙え。包囲枠から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方その頃、モビーディック号戦場では、スクワード、無事だったか。さっきてめえに連絡を。ああ、すいませんおやっさん。後方参加の海賊団はえらいやられようだ。持てる戦力はすべてぶつけてくる。後ろから追われるんなら望むところだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込む他にねえ。そうですね。俺たちも全員あんたには第四がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえ。スクワード、あんなところに。おやじ！おっさん、スクワード。なぜお前がこんなことを。うるせえ。こうさせたのはお前らじゃねえか。スクワード、おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子を、それでも愛そう。仲良くやんな。エースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。海軍大将赤犬に騙され、白ひげの胸を貫いたスクワード。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワードを許す。船を降り、グラグラの身の能力を振るい始める白ひげ。世界を破壊できる力を目の当たりにし、海軍と海賊たちは驚きおののく。力でマリンフォード島全体を傾ける白ひげ。対して分厚い鋼鉄の包囲壁で湾を取り囲み、海賊たちを処刑台に近づけまいとする海軍。煮詰まる戦況に苦戦する海賊たちへ戦国は叫ぶ。これより速やかにポートガス D エースの処刑を執行する。なんとかしねえと、急がねえと。あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな、なんとかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴、どうにか利用せねば。頼みがある。なんだあれは、水柱。麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。
怖いね、この若さ。あの無鉄砲さ、兄貴にそっくりじゃねえか。パルチザン、パルチザン。前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。大将、俺を一番隊隊長マルコ。マルコに助けられ青キジの攻撃を逃れたルフィだが、満身創痍のルフィの前に今度は大将キザルが立ちふさがる。だけじゃねえ。麦わらのルフィ、力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。よっちゃうっ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 おー、白ひげの采配にも焼きが回ったね。おめえともあろう男がそんな無謀なだけのゴミくずに先陣を切らすとはね。それ見たことか。だから言わんとふっちゃなすべぬ。息はあんの麦わらボーイ。岩ちゃん、こいつはもう十分やった。手当てを。時間ねえよ。邪魔すんな。エースは
エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。小ザクだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカ好きだぜ。一人で3大将に戦いを挑んだが、ルフィは力及ばず敗れる。立ち上がれないほど消耗したルフィ。しかしまだエース救出を諦めてはいなかった。ルフィはイワンコフに一つの頼み事をする。イワちゃん、最後の頼み聞いてくれ。やるだけやって死ぬならいい。戦わせてくれ、イワちゃん。今戦えなくて、もしエースを救えなかったら、俺は後で死にたくなる。今戦う力を俺にくれ。だからバタアシはバナータに死ねるじゃん。ドラゴンに合わせる顔面が熱ってんのに、このバキャベルメイン。わかったわよ、勝手にしやがれ。ルフィ、俺に任せろ。イワンコフにテンションホルモンを注入され、再び立ち上がったルフィ。またエースを処刑する気だ、あいつら。エースを救出するため、処刑台へとかける。
なんて脱攻撃危険。バズーカ。強力な武器損傷大。強力な攻撃。なんとダボット危険だ。ダメージ 70% オーバー。ダボット損傷大。なんと危険だ。強力なパンチ。ダメージ。ゴムのピストル。ゴムのピストル。攻撃を受けている。ダッグ攻撃ダメージ。突つダメージ剣。破軽破。破。チェレイメ。つい。攻撃ダメージ攻撃ぬ跳躍ロック跳躍攻撃損傷大。なんとダボン危険警戒攻撃ぬさらに攻撃を続け回避。見てろダンポッカダメージ剣。この攻撃を受けている。いやセカンドはロック跳躍攻撃全部吹っ飛ばしてやる。ジェットピストル計ダメージ剣攻撃を受けている。ジェットバズーカ衝突。いやサードス危険攻撃を受けている。損傷大。なんとゲームダメだ。攻撃を危険まだまだダメだ。危険攻撃を受けている。スダホグ危険ダメージバズーカ。強力な攻撃。攻撃ダメージ危険続けていくわ。ムハイエーダムム攻撃かハツ危険だ。戦闘不能タワーの国に回路性要請ダメージ危険ダメージム攻撃危険ロック攻撃警告。岩ちゃん任せろ。攻撃を受けている。ダメージ攻撃を受けている。危険各部に激しい損傷ダコリダメージ危険。いやセカンドフッロックハッフッチクシャレこのフッこの危険ハッロック跳躍攻撃跳躍ダメージ攻撃ダメージ警告攻撃
高威力の武器を使う。ちくしょう。よっ、セカンド。全部吹っ飛ばしてやる。ジェットピストル。攻撃危険。ストバズーカ。よっ、サード。ペナントピストル。損傷大。ぬ攻撃ダメージ。ゴムのピストル、ゴムのピストル、ゴムのピストル。なんでこのハッケーロック攻撃ハ完全に負けた。見てろよっと。ハッ重大なダメージ、強力ツー、危険とダメージ攻撃を受けているフィー。この危険ダメージ損傷よじゃ。ねえ、なんと攻撃を受けている。はっ、ダメージはっはっ。ちくしょう。跳躍攻撃。麦わらボーイ、無事でいる。危険はっ、ペーマロッやられの跳躍ロックはっ、跳躍ポーロックル任務失敗。ボアハンコック七部会。おい、危ねえぞお前。攻撃中止、味方だ。そうか、お前ら味方か。ありがとう、ハンコック。また、名前を。ルフィの目の前で倒れたマルコ・ジョズ。海兵たちの一斉攻撃を受け満身創痍の白ひげ。しかし心は折れてはいなかった。息子たちの明るい未来を見届けねえと俺は死ぬわけにはいかねえじゃねえか。未来が見たけりゃ今すぐに見せてやるぞ、白ひげ。やれ、エーサー。見ろ、白ひげ。やめろー。の、覇王色だ。おいおい、マジか。あの小僧。ルフィが無意識に発動させた覇王色の覇気に圧倒される人々。白ひげが叫ぶ。野郎ども、麦わらのルフィを全力で援護しろ。1対10、麦わらボーイ。
世界一の海賊がバナータを試してる。バナータ、白ひげの心当てに応える覚悟あんのかいって聞いてんの、ケブル。ヒーハー、白ひげのお金がなんだか知らねえけど、俺がここに来た理由は初めから一つだ。余計だ、麦わらボーイ。こちらの番だ。虫の居所が悪いんだ。気ぃつけな、鷹の目。ルフィは勢いに乗り、祖父ガープをも下した。息上がるルフィたち。しかし海軍も掲げる正義と誇りをかけ、ルフィの前に立ちふさがる。
行くぞ野郎ども。海軍大将キザルを白ひげに任せ、ルフィはついに兄エースの待つ処刑台へと到達する。しかしそこには最後の砦として立ちふさがる海軍元帥戦国の姿があった。鍵あるんだ、待ってろ。ルフィ、お前待て、私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで、無茶ばっかりしやがって。エース！危険のエースが解放された。やったぞ麦わら、エースを奪い返したな。気抜くなルフィ。おう、しばしや。エースさん、ルフィ君。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。危険のエースは非ロギアだぞ。絶対に逃がすな。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとう、ルフィ。白ひげのおっさんたちが助けてくれたからな。力試してみるか。数々の困難を越え、エースを救出したルフィ。あいつ本当にやる男ちゃべる。助かった気になるな。ここがお前たちの処刑場だ。弟なんだよ。手出し無用で頼む。危険と麦わらを処刑しろ。強くなったな、ルフィ。いつかエースも超えてみせるさ。アイスブロック。あいつ。じゃあまだ今は俺が守ろう。下がれ、ルフィ。フェザントバック。
おっとっと。ふんぞ。宴会。おっとっと。おたるみ。エースの解放を見届けた白ひげはクルーを逃がすためマリンフォードと心中する意思を告げる。エースさん、ルフィ君前を走れ。お前さんたちは狙われとる。思い切れないエースだったがジンベイにせかされ白ひげに背を向ける。だがエースを解放して即退散とはとんだ腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊団船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース。敗北者、うん、取り消せよ今の言葉。エース、お前の本当の父親ロジャーに阻まれ王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに慕われて家族まがいの茶番劇で海にのさばり。やめろ。何十年もの間海に君臨するも王になれず何も得ず、しまいにゃ口車に乗った息子という名の馬鹿に刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありやせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。やるな。次乗るな。
まだまだ。お前さんもう限界じゃ。エースのミブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。ごめんな、ルフィ。ちゃんと助けてもらえなくてよ。何言ってんだ、バカなこと言うな。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。約束したじゃねえかよ。お前、絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣と。お前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ、俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものは、どうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。ルフィ、俺がこれから言うことをお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ、今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。ルフィをかばい、赤犬の一撃を受けたエース。ルフィや白ひげ、仲間たちに礼を言い、満ち足りた表情を浮かべたまま落命する。嘘だろ、おい、エース、エース。助けた兄を眼前で殺され、ルフィの精神は崩壊してしまう。だがエースの弟を連れてけよい、ジンベイ。その命こそ生けるエースの意志だ。エースの意志は守られ、受け継がれていく。ルフィの中にしっかりと根を下ろし、高見へまた近く。
like, share, and subscribe. Sorry about my mic acting up.